ナミさん、事件です。商品が売れません。というふうなね、テーマで今回お話しくださいましたけども、今ね、なみさんの動画を再生して4分弱になるんですけども、ここまででナミさんの返信がかなり的確だったと思いますので、もう私から言うことはないなと思いましたね。この方は商品が売れないという悩みをなみさんに打ち明けてくださいましたけども、そもそも相談そのものが具体性に書いているんですよね。つまりはこれが売れない原因なんですよ。 こういう対応をお客様にしているからこそ売れないと思いますしそして商品を売ろうと思ってもお客様から具体的な悩みを聞き出せてないから売っていく商品もチンプンカンプんミスマッチなんだと思うんですよねで私こう思いますこの方に対してはですねまずお客様に対してアンケートでも取ってみたらいかがですか市場調査ですよねどんなことに困っているのかそして その困ったことに対してどのぐらい自分は本当に足が止まっているのかとかね、えー、生活に窮しているのかっていうふうな本音のところをねちょっと聞いていかないといけないかなと思うんですよでそれに対して解決するための提案をしていくのが商品案内になると思いますんでね多分ランケートも取ってないし 人が何を求めてるのかが分からないまんま自分の思いだけで商品を紹介して売れない、売れない。要するにミスマッチをしてるのに売れないって言ってるんだと思うんですよ。で、そのミスマッチでも、例えば顧客数がね、1万人ぐらいいたら、まあたまたまいいかなって人がいないでもないんですけども、多分アクセスが10とか100とか、まあいって1000っていうレベルで、まあ言ってみればね、当てずっぽに商品売って売れないっていうふうに言ってるんじゃないかなと思うんですよね。で、私的に、 アドバイスするなら、まずはアンケートを取ること。アンケートすら答えてくれない人にもものは売れないよってことですよねで。それからアンケートの回答が出たら、まずは低価格の商品か無料の商品を売ってみることだと思います。で、最近はね、私、あの、お金の勉強ということで、朝のライブ放送を毎日しているんですけども、ここでね、このお金の勉強についてのレジュメがありますと。こちらの方が一週間分あるんで、 欲しししいい方はメールででお申し込みくださいと無料で差し上げます。活用方法は皆様にお任せしますというふうに通達しておりますそうするとやっぱり申し込みがあるわけですよあのねじめくださいみたいな感じでねおそらく1,000円ですって言っても同じぐらいの反応だと思うんですよでもこれを3万円ですって言うとちょっと反応は変わると思いますこういうふうな感じでねまずは有料のものが売れないなら無料でやってみる 無料で売れないんだったらアンケートにしてみるみたいな感じで徐々にこのハードルを下げていくことによって自分の力がどの辺りにあるのかなってことを測るのが寛容じゃないかなと思うんですよね。まあでもナミさんのここまでのアドバイスっていうのはあの本当にその通りでこの具体性に書く相談ではね漠然としか答えられませんよっていうことになると思うんですよ。はい、じゃあね4分以降の残り12分ナミさんの動画残ってますのでこちらの方。 拝見させていただきますね。えー、それからですね、ナミさん、毎日、本当にお疲れ様でございます。動画送っていただくとね、あ、私も一日が始まるなって感じがします。私、今日はね、1時半に起きまして、で、今、2時なんですけども、これから本格的に活動するところですね。ここまではね、ちょっとね、温めた紅茶を一杯いただきまして、うん、すっかり冷えました。うん、寒いですよね、深夜は特に。エアコンも効いてきたんで、 速化塾今日も栄養開始ですよろしくお願いしますナミさん事件です明日の事件はなんじゃらほいとりあえず残りの12分拝見させていただきますありがとうございました